長いタオルをこのように斜めに置き丸めていきます。このように斜めに丸めていき、角を少し残します。角を挟むように折り、短いロールをずらして長くします。角を横の形に整えて、短いロールを N の形に曲げます。長いロールを N に巻き、さらに反対側から出し、今度はこの下に出たものを上に上げた状態で巻きます。この先は一番外側の溝に差し込んで固定します。あとは形を整えて、これでアヒルの完成です。ガーガー。